TR49 系台車、DT18 系の派生形式の一つで、応用部分が異なるほか、軸距が短縮されている。国鉄 DT18 系台車は、日本国有鉄道が開発した、鉄道車両用台車の一形式である、キハ44000系電気式機動車用台車として1951年に設計され、 1952年以降同系のキハ44100.44200型まで採用された。その後キハ44500系液体式、機動車用として、本形式を改修した DT19TR49 が採用され、これはキハ55系、キハ20系で DT22TR51 へ移行するまで、国鉄正式機動車用台車として量産された。国鉄では、 最初にして、最後の直角カルダン駆動装置を搭載する。バックゲージの狭い線 67mm 機関用、継手の制約から軸距を長く取る、必要のある直角カルダン駆動、しかも一台車に電動機装化、という、厳しい制約条件から、2機の主電動機軸が、中央のボルスタを貫通する得意なレイアウトとなった。このため、これと干渉するのを避けるために、 枕バネのスペースを確保できず、やむなく金属バネの代わりに分厚い防振ゴムブロックを上揺れ枕とした揺れ枕の間に挿入してある。また、この枕バネの性能が十分でないことから、軸バネの高さを極力大きく取ってバネ定数を引き下げることで、乗り心地の改善を図る必要があると判断された。そこで1951年に、記者製造が、 京阪電気鉄道 1700KOKS-3 で初採用したカテンビンウィングバネ式軸箱支持機構が採用された。これは軸箱の上に矢印米式に形をしたウィングボックスを乗せ、その両下端付近に設けたバネ座でが枠から下ろされた長い軸バネを支持するものである。この構造には軸箱盛り控えを外せばそのまま、 台車枠ークを釣り上げるだけで軸箱及び車輪を抜き取れるという保守上無視できないメリットがあり、また軸バネの長さを他のウィングバネ方式よりも長く取れるというメリットもあった。もっとも本形式が設計された時点では未解明であったが、台車のバネの役割については、軸バネが台車としての走行性能を支配し、枕バネが乗り心地に大きく影響することが後日判明している。 これは枕バネとして特性的に本来不向きな防振ゴムを使用したことによる振動特性の悪化を軸バネのバネ定数を極力引き下げて乗り心地の改善を図ることで相殺するという基本コンセプトに致命的な誤りがあったことを示すものであった。しかしながら本形式を設計した国鉄技術陣は本形式の後継機種である DT19 で 枕バネをそのままに、軸バネを空気バネかあるいはコイルバネにオイルダンパーを付加することで問題の解決を図ろうとする。軸バネを改良すれば、枕バネを簡素化しても乗り心地を維持、あるいは改善できると考えていた形跡があり、劣悪な乗り心地の主因であった、防振ゴムブロックによる枕バネ部に、改良のメスが入れられることは最後までなかった。この結果、 本形式とその後継である DT19TR49 については、戦前製のキハ42000形容台車である TR29 の方が良好な乗り心地であると判定され、さらに後日、機械を捉えて DT22TR51 への交換が一部で実施されるなど、最後まで国標がついて回る状況となった。その一方で、本形式では、側枠について、 従来多用されていた一体中高性や、帯板組み立て構造を止め、表裏2枚の後半プレス成型部品を最中上に、貼り合わせて溶接することで、箱型断面を形成する、全く新しいモノコック構造が採用された。この方式は軽量化に大きな効果があり、続く DT-19、DR-49 に継承された、後、DT-20 で、電車用として採用され、 DT-21 以降の国鉄台車における標準設計手法として定着した。もっとも、本形式の段階では溶接の適用箇所は、側枠の組み立てまでに止まり、側枠と中高性の横張り、それに、端張りはボルトで組み付けられており、そのため側枠中央部には、中高性の TR-40 などで見られたような3本2列2組で12本分のトランサム締め付け工が設けられていた。 また、一体圧縁車輪と複列円灯頃ろ軸受けを採用し、保守の簡略化を実現したのも本形式が国鉄発となっており、戦後発の電気式ディーゼル機動車向け試作台車として、防振ゴムブロックの採用を含め、当時考え得る限りの新機軸が盛り込まれた設計であったことがわかる。ブレーキは両、打機式とされたが、ブレーキ装置の各部品は、 DT-16 と共通として保守に配慮してあった。なお、本形式は後に装着形式である、キハ44000.4410044200の各形式が液体式機動車へ改造された際に、伝送解除され、トランサム周辺を改造の上で逆転機を増加し、DT-19 相当に改造されている。本形式は、 電気式機動車用として開発されたが、前述の通り初期の量産液体式機動車に、同型台車が大量採用されている。国鉄向け施設向け量産された、国鉄正式台車は、一般に独自開発能力を持たない中小施設を、中心に同等品が採用されるのが通例である。だが、本形式及びその発展系である DT-19、TR-49 については、規波重計。 キハ20系機動車の同等品を早期に購入した、島原鉄道キハ4500キハ20系、南札鉄道キハ300型に、DT19TR49 相当品が採用された程度で、ルモイ鉄道や、オス別対抗鉄道など、キハ10系、キハ20系の同級車を導入した私鉄でもあえて、旧式の TR29 相当品を採用して、 本形式の設計を忌避する例が多く見られた、流用品、他事業者からの中古品を使用する車両を含む、ありがとうございます。